皆さん、どうもどうも、チョンティです。なんかお久しぶりですね。今日はね、9月4日と9月18日の巡りのね、ポットをします。僕にとってはお久しぶりの巡りでした。まず9月4日の巡りを紹介したいと思います。井上凪と富里奈緒は2人を撮っていますですけど、奈緒ちゃんはコロナウイルスを関連して参加できなかったです。でも凪ちゃんが、凪ちゃんもいるから僕も楽しみました。じゃあ早速レポートを始めましょう。スタート。これは3部の3枚です。で、3、2、1、パーって凪ちゃんはこうやって、僕は「はこんにちは、はじめまして、凪ちゃん」で、凪ちゃん「こんにちは、はじめまして」で、僕は「あ、僕は香港から来たのジョンディです」。あ、凪ちゃんは「あ、で、僕は突然ですけどあだ名をつけてください。凪ちゃんは急にカメラを近づいて「え、なんだろう、チョン、え、何と読むんですかね？」で、僕は「あ、チョンティー、ディーよ」で、この時僕の手の動きを注目してください。で、凪は「チョンティー、え、なんだろう、チョンって可愛いですよね、じゃあチョン、あ、わかんない」で、このままフェードアウトしました。凪ちゃん可愛いですよね。凪は本当に綺麗すぎて、なんか急に言葉もうまくできないようになった。なんか気合がちょっと負けちゃったねって。でも凪ちゃんは本当に美人ですよね。なんか顔がね、パーフェクトで、そう、本当にそう思ったの。僕の名前でさ、英語にかけてるんですよ。で、凪はすぐに頭、いや、あだ名をつけてくれました。なんかすごいね、その脳内の計算でさ。頭がいい子だって30枚目シングル個人 PV を見たら分かります。卒業を聞いてすぐに答えますのね。すごいですね。あとはね、あの日髪型が猫耳ですよ。めっちゃ可愛いですよ。あの日はめちゃくちゃ可愛いよ。だから喋らないになった。本当にこんな可愛い猫で飼いたいなって思って。あ、以上が9月4日のみぐりレポートでした。それでは9月18日のレポートを参りましょう。その日はね、ちょうど奈緒ちゃんのお誕生日なので、僕は2部から5部まで全部参加しました。僕はね、奈緒ちゃんの16日のブロックで、僕は2部から5部までいますよって伝えました。じゃあそれでは早速2部から始めましょう。 GO! 3、2、1、パーって、奈緒ちゃん、かわいいの、くまちゃん。で、奈緒ちゃんは画面の向こうでずっと手を拭いてて、で、僕は「あや、なおちゃんお誕生日おめでとう」ってふーっとして、なおちゃんは「すごい」ってずっとニコニコして拍手しました。その時皆さん、なおから声をかけました。「え、ありがとう、なんか YouTube やってる？」って頭こうやって手をこうやってなんか緊張してるみたいで、僕は「え、コメントを見たの？」ってなおは「見たよ」ってめっちゃ最高の笑顔をして、で、僕は「え、ありがとう、なおちゃんのレポートだよ」って言って、なおちゃんは手や顎にこうやって「してる、嬉しい」って言って、めっちゃ可愛いよ。で、でもあの時もう間もなく時間だから、僕は「あ、2部から8部までいますよ」って言って、なおちゃんはハートをしてフェットアウトしました。これが2分の3枚でした。でもね、なんか身振りがちょっとラグがあって、僕が喋ってる時ね、なんかこうやって知ってる時、なんだ喋ってるみたいですけど聞き取れなくてごめんなあちゃん、ごめん、本当にラグがあって聞けないです、ごめんね、ごめん。マジで2部終わったの時、ガチ、本当にやばい、好き、本当に好き。だってさ、ブロックのコメントもちゃんと見て、僕のチャンネルも見てる奈緒ちゃんは、
めっちゃ優しい。本当に優しいよ、なおちゃん。やばい。本当に好きが止まらないみたい。やばい。だってさ、なおちゃんもちょっと喋ってて、友達になって、なんか本当に幸せな気分を起こしますね。だって、なんか二人きりみたいに、本当に好きで、なおちゃん可愛いし、本当に人気だし、本当に本当に可愛いなって思いますね。シャンプーのサンマは、僕はこれを持ってて、3、2、1、パーって。僕は、なおなお、ミッションだ。でも、あの時、また声が、かぶせました。なおなおはね、手を拭いてて、おかえりって言っての時、僕は、あだ名つけてくださいって頼みました。でも、楽があって、おかえりって聞いた後で、僕も、ただいまを返事しました。え、なおちゃんは、カメラに血がついて、え、どうしよう。なんか、ここでヒントを探してるみたい。僕はチョンティー。なおはね、もっと近づいて、チョンティー？あの声、めっちゃ可愛いですよ。なんか本当に赤ちゃんみたいに、また牛乳を飲んでる赤ちゃんみたい。くらい可愛いですよ。僕はうんって返事して、なおちゃんは手や首の周りにこうやって、チョン君。僕はあの時笑っちゃいました。やっぱりチョンだね。僕を喋ってる時でさ、なおちゃんはね、ずっと亀の底で頭をこうやって、うんうんうんにして、なんかアニャみたいに可愛い。で、僕はね、髪を切ったのね。で、なおちゃんは指を髪の毛をこうやってして、そうなの。で、僕は可愛いよ。とっても似合いよ。で、なおちゃんはこうやってずっと指をさして、えへへ、ありがとうって言って、で、あの時はもう間もなく時間だから、後でねって言って、なおちゃんはこうやって微笑んでフェードアウトしました。これは3部3枚の終わりです。なおちゃんは本当に可愛いですよ。なんか、普段も可愛いですけど、みぐりは100倍以上可愛いですよ。100倍以上ですよ。だから、こんな100倍以上可愛いのなおに見たいなら、ぜひ、みぐりを探してください。これは4部の4枚です。3、2、1、パーって入ってるの瞬間はね、なおちゃんはなんかこうやって髪の毛を直してる。で、僕はなおちゃんただいまって言って、なおちゃんは髪の毛を直してる時僕を見たで、すぐに笑顔をしてチョンくんって言って、こうやって両手でこうやってね、両手でこうやってね、僕は髪の色を決まってください。で、なおちゃん、うん。で、カメラを近づいて、なんか、僕を持ってるのボートを見てました。で、なおちゃんは、なんか、驚いたみたい。なんか、こんな、たくさんの髪の色を見て、ちょっと驚いたみたい。で、顎に手、考え始めた。何の色がいいかなって、ちょっと、困るのはちょっと心配なので、僕は、あ、ここ以外でもいいよって、1秒くらいを考えて、なおちゃんは、じゃあ、ちょっと暗めの茶色。で、僕は、茶色いいよ。僕はいいよって聞いた後、なおちゃんは、めっちゃニコニコして、で、僕は、じゃあ次青の時で茶色にするよ。で、なおちゃんは、拍手。こうやって拍手。なんか、飴をもらった子供みたいに可愛いですよ。で、急になおちゃんは、暗めのね。で、僕は、あ、はい、暗めのね。で、ちょっと問題を聞きて、本当に見えますかって聞いて、なおちゃんはニコニコして、うん、多分って答えた。で、僕は、多分。でも、あの時はもう間もなく時間だから、で、僕は、あ、じゃあ後で、じゃあまた後でって言って、なおなおはそのままニコニコして、でフェードアウトしました。こら、なおちゃん、暗めの茶色と黒本当に見える？僕はめっちゃ心配なので、わざわざ僕のヘアルスタイルさんを相談しました。彼の答えはもちろん見えまして、じゃあ皆さんも次回のレポートを楽しんでる時でも、僕の新しい髪の色をちょっと注目してくださいね。5部の3枚は9月18日の最後の一部なので、3、2、1、パーって開けて、なんか今回はめっちゃ準備してるみたい。で、僕は、ただいまー、なおちゃん。
で、なおちゃんは、おかえり、ジョンくんでいて、僕は、ちょっと頼みがしました。イケメンっぽいで、僕を釣ってください。で、なおちゃんは、イケメンっぽいで、こうやって、で、こうやって、なんかめっちゃ余裕みたいに見えるんです。で、めっちゃ低い声で、ジョンくん、俺じゃダメ。本当に、言った後、僕すぐにテレダウンを、なあちゃんと一緒に笑ってね。で、僕は、君がいいよ、君がいいよ、君がいいよって返事するの時でさ、なあちゃんはめっちゃ嬉しいの顔でずっと笑ってって、笑って、こうやって笑ってね。本当にめっちゃ嬉しそう。で、僕は、本当にイケメンだねって。あ、間もなく時間だから、あの時はもう間もなく時間。で、僕は、あ、次会うのは、10ヶ月。ああ。この大事の瞬間で、僕は、また、登るんだ。そのまま、5分、3枚、終わりました。何それ。なおちゃんは絶対聞こえないと思って、だから僕は身振りを割って、あとブロックを込めしてました。次会えるの日を伝えたいと思ってさ。以上は9月18日のレポートでした。本当に楽しいの一日を過ごしました。本当にめっちゃめっちゃめっちゃ楽しい一日でした。なんかその日は少しだけでもなおちゃんと仲良くなったが気がしました。気のせいかな。でもなおちゃんは本当に優しいなので、本当に仲良くしたかもしれないじゃない。皆さんも神対応をされたいならぜひ富里なおちゃんの巡りを参加してみてください。なぎちゃんのファンもぜひみぐりを探してください。本当にめっちゃ楽しい時間を過ごしてますので、ぜひ探してください。皆さん、ちょっとオフトピック、実はね、僕の友達のももさんも今回のみぐりを探しましたんですけど、僕と同じ2部から5部までなおちゃんのみぐりでね、2部から4部は大丈夫ですけど、5部はちょっとハプニングがあって、ももちゃんはね、昔から真夏さんの大ファンなので、あの子普段のファッションはもう真夏さんみたいな真似をして、ちょっとセクシーな服を着てますよ。あの日はちょっと肩を出してトップスを着てました。なんか大体岡本ひなちゃん2部の洋服と同じです。だから彼女は本人を確認の時でね、スタッフさんから声をかけました。ジャケットを着てください、聞けないと参加できませんで、めっちゃ受けるで、何それ服を着て何じゃあこれが今回のレポートでした。じゃあ次もなぎとなおちゃんのみぐりも探します。だから次回のレポートを楽しみましょう。バイバイ、バイバイ。その花の白い貝殻はいつから、19月流されないまま見ていたのか。皆さん、チャンネル登録もよろしくお願いします。